それは遥か遠いところのお話。母なる太陽と三つの惑星を持つグラール太陽系。そこに住むヒューマンと彼らから生まれたキャスト、ニューマン、ビースト。四つの種族は500年にもわたる戦争後、互いに共存する道を選んだ。平和が訪れて100年、誰も知らないところで滅びの足音は近づいていた。はい、ルミエか。今バイトが終わったところ。分かったよ、これから裏道で急いで行くから。よっ、ないだろ。足を怪我されたんですね。いかがですか。え、は？痛くない、治ってる。よかった、ありがとう。今のテクニック？あ、俺、イーサン・ウェーバー。私は式に遅れます。急ぎましょう。そうですね。それでは失礼するよ。あ、いっけね、待ち合わせに遅れる。Who said we are lost again in this lonely world? I say we can.
兄ちゃん、こっちこっち。よっ。大声で叫ぶなよ、恥ずかしいだろ。だってもう式典始まってるんだもん。よく見える場所を探さないと。ほら、お兄ちゃん早く。はいはい。
もっと早く走ってよ。エアボードで行けばいいじゃないか。ダメよ、二人乗りは禁止でしょ。気をつけろよ。おい、ちょっと待った。なんで今あんたが取ったもの返しなよ。何言ってねえ、俺何も取ってねえぞ。ルミア、ポケット見てみろ。え？あ、見せたカードがない。ほら見ろ。あ、待て。お兄ちゃん。見つけたぞ。追いかけてきやがったのか。さあ、妹のカード返せ。俺の兄弟で何の用だ。お、あ、兄貴、こいつが因縁をつけてきやがるんでさ。あんたがカードを取ったんじゃないか。まあまあ、そう興奮せずに。俺たちはボル三兄弟、この辺りじゃちょっと知られたワルだ。悪いことは言わねえ。怪我しねえうちに蹴んな。やだね。やだ。こいつ俺たちの怖さを知らねえらしいな。しょうがねえ、体に教えてやるよ。
意外とやるじゃねえか。お兄ちゃん、バカ、こっち来るな。バカって何よ。ちょうどいい、捕まえろ。ルミア、逃げろ。やだ、離してよ。さて、妹さんが痛い目にあってもいいのかな。くそ、さっきの続きだよ。お兄ちゃん、卑怯よあんたたち。なんとだね。ほら、さっきの威勢はどうしたんだ。ルミア、しゃがめ。ルミア、大丈夫か。うん、ありがとう。くっそー、もう遠ざかりしたぞ。お兄ちゃん大丈夫、下がってろ。おい、お前ら何やってる。んギーチェッガーディアンズだ。お前ら命拾いしたな。行くぞ。待て。逃げたか。お祭り騒ぎにはああいうのが多くてね。二人とも大丈夫か。ありがとうございます、助かりました。余計なこと。何、ちょっとお兄ちゃん、助けてくれたのになんてこと言うの。あんな奴ら俺一人で十分だったのに。はあ、腕に自信があるみたいだな。試してみるかい。お兄ちゃん、バカなこと言わないの。すみません、まだガキなので許してください。さ、行こ、式典に遅れちゃうよ。原始の巫女？グラール教団の象徴、精霊の使いとしてあらゆるものを見抜く力を持ってるんだって。ふーん、あの子が。えぇ、巫女様。あ、皆様に精霊のご加護がありますようお祈りいたします。Thank you.
もうみんな避難しちゃったのか。あっちは瓦礫で塞がってるよ。歩いていくしかないな。なんだ、ルミア、こっちに来い。やだ、怖いよ。ルミア、すまんな、今は相手してる暇がなくてな。早くシェルターに。妹が瓦礫に閉じ込められて。早く助けないと。わかった、本部に連絡するよ。本部、こちらレオ。瓦礫に女の子が閉じ込められているらしい。救援を要請する。了解、すぐに救援部隊を派遣する。あ、もうちょっと待ってな、救援部隊が来る。はあ、ありがとう、助かったよ。なに、気にするな。もう誰もいなくてどうしようかと思ってたんだ。おお、あの時の威勢はどこかに行っちまったかな。余計なお世話だ。おいおい、俺は心配してんだぞ。お前は自分を過信してるようだからな。自分を信じて何が悪い。お前は確かに強いかもしれん、だがこの世の中何でも一人でできると思うな。それを見誤ったらひどい目に遭うぞ。あんたの言ってることはさっぱりわからないよ。まあいい、いずれわかる時が来るさ。
れは。何か出てくるぞ。気をつけろ。ちょっと借りるよ。一体何なんだ。おい、おっさん、しっかりしろ。体がしびれて動かねえ。どうしたらいいんだ。救援部隊が来れば薬はあるが、あんなのがいるとなると妹さんも危険だ。俺の装備を持っていけ。妹さんのそばに行ってやるんだ。わかった。
Thank you.
大丈夫か？ああ、待たせたな。妹さんは？まだ大丈夫だ。すまん、遅くなってどこも人手が足りないようでな。おい、あそこの瓦礫の下を頼む。はい、はい。こいつはお前がやったのか？ああ。お前なかなか見込みがあるぞ。どうだ、ガーディアンズに入らないか？え？まあそれも悪くないかもな。考えとくよ。気をつけて。よし。お兄ちゃん。ルミア。よかった、無事で。きっと助けてくれるって信じてたよ。第一惑星パルムを襲った謎の流星群は昨日第三惑星モトゥブへ、今朝未明には第二惑星ニューデイズにも同様に飛来し深刻な被害を与えています。流星の落着地点周辺では土壌が侵食汚染され、原生生物が凶暴化し、さらに未知の生物が出現して人畜を襲撃するなどの異変を引き起こしています。流星はその形状とまるで種子のような汚染媒体を放出することから、研究者たちの間でシードと呼ばれています。今回のシードによる被害総額は同盟軍の記念式典をはじめ天文学的数字に上り、各惑星政府が共同で惑星規模災害と認定し、同盟軍を中心とした救援体制を拡充、市民生活に対する直接的脅威への対処など協議を進めています。また一方で民間からは太陽系最大手の警護会社であるガーディアンズの総裁オーベル・ダルガン氏が緊急声明を発表しました。今後なおシードの飛来が予想されており、被害はますます拡大する恐れがあります。以上、ガーディアンズコロニーからお送りいたしました。ガーディアンズに入隊したイーサンは惑星パルムでの実地訓練に参加する。そこで紹介された意外なパートナーとは。
キャストの支配する惑星パルムで出会った不思議な親子とは。次回ファンタシースターユニバース、パルムの親子。君の守るべきものは何だ。